日本京都府木津川市カブト台カブト台は京都府木津川市の地名。現行行政町名としてはカブト台1丁目からカブト台7丁目までが設置されている。カブト台5丁目木津川市西南部に位置する。西から北にかけて、相良郡聖火町桜が丘、東で、相良台、南で、奈良市教神宮と隣接する。 佐賀都市計画事業、佐賀都地区画整理事業で造成された佐賀ニュータウンが大半を占める。住宅地が多くを占め、木津川市建築協定条例及び、施行催促によって規定される建築協定書が結ばれている地域を持つ。地内にスーパーマーケットなどの大規模商業施設はないが、高野原駅周辺に4モール、高野原や金章などがある。 相良郡木津町大技、相良座、技、カブト谷などから成立した。奈良時代から平安時代にかけては、和名類受賞に見える相良郡七郷号の一つ、相良郷西部にあたる。旧木津町中心部である木津里の西側に位置するが、江戸期を通じて、木津郷各村の畑方、田形、入会地にはあたらず、相良座との一部を維持していた。また内は1951年以前は、 聖火町立聖火中学校の前身にあたる、組合立聖火中学校の学区であり、木津町側だけでなく聖火町側との結びつきも見られた。2020年1月末日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。地内に鉄道は引かれていない。南側の奈良室桜に設置された近鉄京都線。 高野原駅が利用できる。なら交通時のつバスが走っている。すべての路線がカブト第1丁目。カブト第1丁目西に停車する。京都府立南洋高等学校。ありがとうございます。